さて、続きやっていきますか。キングスやばいな。できれば、キングスを戦力外にしたくはないんだけど、これま、あ、いや、街中では減らない？あ、街中では減らないのかな、ひょっとして。減ってなさそう。減ってなさそうですね。これは、安心？ひょっとして。うん。とりあえず、王様のところに行けばいいんだよな。てか、宝があるな。あ、でもこれ、鍵かかってんのか。くそ、武器とか買いたいな。あれ？どこだっけ？どこだっけ？あれ？俺はどこに行けばいいんだっけ？やばい。わからなくなった。あ、こっちか。ん？こっちでいいのか？あー、ここかな？うん。町だと減らないんだ。それはありがたいな。ほら、帰ってきたぞ。お、おともげよ。ようこそやり遂げた。王家の証、しかとみ届けたぜよ。これで晴れて、そなたに王位を譲れるというもんじゃ。大臣、そなたももはや文句はないであろう。ほんとだよ。文句言ってたじゃん。私はただ、しきたりのことを言ってただけで、文句などは。そうであったな。とにかく、ともきがこの国の王位になるのじゃ。では、このことを国中に知らせなくてはいけませんな。それに即位式の準備もその役目この大臣が引き受けましょうぞ。怪しいなあこのハゲ。とりあえず髪抜いてほしいんだけど。さてそうと決まったらこうしてはいられないわい。ではこれにて。やべえあいつなんか次の手を打ちそうだな。なんかやばそう。大変でございます。大変でございます。あ、何事だ。はい。ビアンカ様が、トモキ様の奥様が赤ちゃんを。なんと、生まれたと申すか。いや、でも今にも生まれそうで。なんとめでたい。これはもしかすると、新しい王と王子の二人が同時に誕生だわい。おっと、のんびりしてる場合ではないぞ。さあ、こちらでございます。ちょっと、キングス、病気だからちょっと、安静にしなきゃいけないんだけど。え、めっちゃ普通に服着てんだけど。戻ってきてくれたのね。私、頑張って元気な赤ちゃん産むわ。え、それだけ？いや、わかるけど、どうすればいいの？話しかければいいのかな？私はどうすればいいんだい？いや、あなたの話はどうでもいいんだ。あ、そういうこと？待ってりゃいいのか。下の部屋っていうことは、こっちの部屋にまた行きゃいいのかな？まあ、王様に話せばいいかな。え、急に静かになったんだけど。そうか。もうすぐ生まれそうか。王子なのか、王女になるか、どちらにしろ、めでたいことだな。これ、少しは落ち着いたらどうだ。心配なのはわかるが、あまりオロオロしては、父としてみっともないぞ。皆と話でもして、心の準備をしておきなさい。あ、そういうこと？坊ちゃん、私も話を聞いて飛んできたんです。しかし、ここでこうして待ってると、まるで坊ちゃんが生まれた時のようですね。坊ちゃんが生まれた時、パパスオはどんなに喜ばれたことか。本当だよ、喜びさんでとんぬらいないそうだったよ、俺。トンヌラになるとこだったけど、まあ、それは無事ね、回避できたから。俺は確かだよ。うん。俺は気を確かに、おー、びっくりした。びっくりした。お生まれになりました。おめでとうございます。さあ、わしに構わず、行ってあげるがよい。まあ別に、オジロに構う必要は私も感じてはいないけど。よいしょ。えーっと、
ここか。おう。私、頑張ったよ。よくやったって褒めてくれる？まあ、そうですね。うん。私がつけるのか。そうですね。まあ、ちょっとデフォルトネームで行かせていただきますか、ここは。タバサ。タバサって女性の名前なんだ。そうか、サマンサタバサか。まあいいや。うん。ちょっと変わってるって言われた。ゲレゲレとか言ってくる人に、ちょっと変わってるって言われたんだけど。決めていいよ。そうですね。疲れたせいか、私なんだか眠くなってきちゃったわ。おやすみ。私、とっても幸せよ。お、これはもしかして、キングスの呪いが解けたりしない？ついに俺も王様ですね。うん。おはよう。指はとってもよく眠れたわ。今日は即意識なんでしょ？頑張ってきてね。あ、俺しかいないのか。マジかよ。これ回復してる？あー、呪い解けてねえ。なんてこった。回復してないな。一睡もできなかったってこと？俺。即意識が緊張しすぎて。まあ、しょうがないな。そんなに甘くはないってことか。皆の者、よく聞くように。すでに知っている者もおろうが、今、世の隣にいるのが、先代パパソーの息子、トモキじゃ。世はこれより、このトモキに王位を譲ろうと思う。さあ、ひざまずくがよい。グランバニアの子にして偉大なる王、パパスの息子トモキよ。世は神の名にかけて本日この時よりそなたに王位を譲るものである。さあその玉座に座るがよい。おー、なんか似合ってんのか似合ってないのかよくわからん。やった、なんかすごいすごい祝福されてる。え、恥ずかしいんですけど。いや、マントだけじゃん。王族っぽいところマントしかないんだけど。せめてなんかもうちょっといい服を着たいとこですよ、私は。まあ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 。すっげえ違和感あるけどな、マントだけって。すごいな。めっちゃ祝福されてる。リアルでこんなに人から祝福されたことないけど。いや、なんか、笑っちゃいけないと思うんだけどさ、見れば見るほどこのマント以外が普段と同じっていうのがね、すごいんですよ、違和感が。新しい王様万歳！万歳！おっちゃん、いえ、トモキをおめでとうございます。この山頂、今日ほど嬉しい日は。まあなんか、この世界の人はこう、男性に対しては特にこう、お召し物を用意しないんですね。ルドマもそうだったけど。しかしって何？俺ここで寝てるってどういうこと？おかしくね？教会の人まで寝てるんですけど。教会の人酒飲んじゃダメなんじゃないの？明らかに様子がおかしいな。これなんか、酒になんか薬混ぜられた感があるな。
ええー。ちょっと待ってね。今のうちにこう樽壊しとこうか。樽は壊していいよね。なんもないんかい。あ、賢さん種か。壺は危険だな、さすがに。っていうか俺寝たよね。え、回復してないとか。なんということだ。ちょっと、山頂まで寝てやがる。いや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 。おかしいでしょ、いくらなんでも。そんな硬い床でよく寝れるな、お前。いや、俺だよ。俺やで。これは、多分、ビアンカが、何か危険な目に遭ってるに違いないな。もうそのなんか寝てる人はほっとくか。おーい。いねえし。王様、申し訳ありません。王妃様が、ビアンカ様が魔物どもにさらわれて、私は二人の赤ちゃんを抱いて身を隠すのが精一杯で、王妃様までは、申し訳ありません。そういうことですか。坊ちゃん、いえ、特急を。城の中が妙に静まり返っておかしな気がしたので来てみたのですが、まさか王妃様が、ビアンカ様が、なんということだ。これではまるで20年前のあの人。いえ、同じにさせてなるものですか。さあ坊ちゃん、城の者たちを叩き起こすのです。即位して初めての仕事、それ？即位して初めての仕事がみんなを起こす。すると、城の者たちが眠りこけた頃、怪物どもがやってきたと思うそうだな。はい。でも、ビアンカ様はいち早く邪悪な気配を感じられ、私に赤ちゃんを連れて隠れるようにと。それにしても、この騒ぎに誰も気づかぬほど眠りこけていたとは、妙ですね。何者かが祝賀の酒の中に眠り薬でも入れたのかも。そういえば、大臣の姿が見えんな。大臣はどうした？誰か大臣の姿を見た者おらぬか？そらそうだろ。絶対黒幕だもん。いやいや、疑えよ。おじろん人良すぎるって、疑え、そこは。まあ、ありがとうございます。とにかく、一刻も早く王子様探しなさんじゃ。じゃあ行け。さて、せっかく友樹が新しい国王になってくれたというのに、こんなことになって、わしは一体どうしたらいいのか。ああ、やっぱオジロンは、人はいいんだけど、そう、みんなをまとめる力というのはなかなかないんだな。まあ、私は自分で探すよ。悪いけど。まさか、ビアンカ様を探しに行かれるおつもりでは。それはなりません。お気持ちはわかりますが、ここは兵士に任せて。生まれたばかりのお子様もいるのです。どうか、どうか。これは、パパ様が求められた天空の剣。どういうことでしょう。この剣で、いや、この剣が城を守るというのでしょうか。ともかく、この件は大事にお預かりしておきます。無茶をなさいませんように。無茶をなさるなってことは、無茶しなかったらいいんだね、言っても。よし、行こうか。しょうがない。とりあえず外に探しに行くしかないのか。外に探しに行くにしても、当てが、ない気がするんだが。なんかあるかな？なんかある？
うん。行き先は分かったんだけど、あそこどうやって行けん、いいんだ、あそこは。え、あそこってどうやって行けんの？いや、多分情報を得る必要があるだろ、これは。情報を、誰か俺に情報をくれ。あそこにはどうやって行けばいいんだ。多分変な教会みたいなところに行けばいいと思うんだけど。あ、大臣の部屋か。これ怪しい。ここ。これだ！これを使うんだ。わかったわかった。大臣の尻尾を掴んでやったぞ。空飛ぶ靴で、多分教会的なところに行けるんだ。どこで使えばいいのかな？とりあえずもう、この辺で使っちゃっていいのかな？これか。これ使える？今。あ、いけるわ。よし。ここって教会かな？で、ちなみにだけど、ここって、ルーラーに登録される？あ、登録されるわ。お、ってことは縛りが変わるぞ、ここ。ちょっと待ってね。じゃあ、一旦これスロット回しましょう。では、行きます。よっ！ストップ！また来たよ、メニュー開閉禁止。これを、ちょっと待って。メニュー開閉禁止は辛いな。宿泊禁止はまあ今までもそうだったからいいか。あ、ってことは、呪いが解けるぞ。よし。ちょっと、キングスの呪い解こうか、まず。あ、これ宿屋か。早速これ宿泊禁止なんだ。よいしょ。あ、ババアがいる。お前さん、どこから来たかは知らんが、北の山にだけは近づかん方がいいぞ。なんでも北の山には、恐ろしい怪物が住む塔があるそうじゃからな。そこに行けってことだな、多分。だいぶ前ですが、怪物たちの集団が北の山を目指して走ってきました。気のせいでしょうか、その中に、人の姿も見えたような、ビアンカか。そういうことか。お祈りはしていいんだよな。あ、ちょっと待って。呪いを解きます。キングス。またしたね。安。よし。あー、違う。お祈りします。うん。作戦はこれで合ってるよね。命大事にバチに頑張れ、呪文つかな。うん。ちょっと様子を見てみるか、その北の塔。もうこっからは丸ボタン押せないからな。あー、嫌なやつ来たな、これ。アイテムが使えないのか。アイテムが使えないってなると、呪文は使えるけど、呪文そんなに効かないんだよな。まあ、いっか。ぶん殴るか、とりあえず。よし。あー、マヌーサ効いちゃったか。うん。え、コドラン意外とやってくれるな。バッチリ頑張れでも、
燃え盛る火炎を扱ってくれるのか。それはありがたい。あいやいや、ちゃ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 い。まあいいや。ギラ系は強いからな、みんな。なんで火の息かな。いや、火の息おかしいだろ。普通考えて火の息を使うという頭が働くのがおかしい。あ、ちょっと待って。呪文使う？これ。バギーはそんな効かなかったんだよね、でも。殴った方がいい気がするんだよ。やめてくださいよ。やめてください。まあ、ギラはいいや。ヒャードの方が痛いか。ヒャードの方が痛いな。やった！よし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 。いや、ほんとなんかバッチリ頑張れってさ、ほんとになんか覚えてる技をランダムで使ってるような感じだよね。そんな感じがするわ。痛いです。よし。よし。よし、やった。決まったぜ。ふぅ。いや、これメニュー開閉禁止って地味にきついな。うっそ、こんな時に、こんなやつ来ちゃう？殴るか。よし、寝た。あっぶね。おー、いいね。いいね。火が効くじゃないか。よし。これは、いや、ベホイミするほどか？ベホイミをするほどだったかな、今。頭が良くない。お、コドラン上がった。そういえば、コドランがそろそろなんか限界が来そうって言われてたんだよな。お、なんか人がいる。兄さんったら、どこで待ってるんだろう。僕一人じゃ死んじゃうよ。そうか。じゃあ死ねばいいじゃないか。地下があるな。ん？あ、牛がいる。俺はよ、弟が来るの待ってるんだ。噂では、この塔にはすごいお宝があるって話だからな。そんなものはないさ。ここにはディアンカしかないよ。こうなんか、入り口がいっぱいあるな。あ！やった！これはありがたい。これはありがたいな。こっちは？あ、これ上がるのか、普通に。どうしよう。ちょっと一旦。これは普通に入れんだよね、多分。あー、なるほど。ちょっと時間的に厳しいから一旦帰るか、これは。